サンタケ信号村は、青森県東南部の南部地方に所在する村。キリストの墓伝説やユダヤにまつわると言われる祭礼、遺跡があり、神秘の村としても知られるが、その発祥は1935年以降である。十和田湖の東側に位置する。村の生誕は、秋田県和野市との境を接する。十和田湖外林山の一つである、ヘライ学に面し、 山や森林に恵まれている。青森県八戸市と戸和田港を結ぶ国道454号沿いに村域が伸びており、東北新幹線八戸駅から村役場への直線距離は2 2トルである。南部市の群馬育成地として、古くより放牧地として利用されてきた。南部藩時代には、平井地区に平井市が、西越地区に、西越市が治めていた。 江戸時代後期明治時代に入ると落農が盛んとなった。信号村ふるさと活性化公社がヨーグルトなど乳製品を含む特産品の開発、販売、道の駅信号の運営を行っている。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると12.00%減の2509人であり増減率は 県下四十市町村中三十四位。以下の二つの大技がある。以下は廃校。以下は廃校。村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 東日本東北新幹線及び、八戸線、青い森鉄道、青い森鉄道線の八戸駅。村内に高速道路は通っていない。最寄りのインターチェンジは、 八戸自動車道南郷インターチェンジ。キリストの里公園の塚と説明版2018年8月11日撮影詳細は、キリストの墓、キリストの墓についての諸説を、参照信号村、平イ地区には、上記の経緯から、キリストとその弟イスキリの墓とされた墳墓が2つある。キリストにまつわる仮説と村の風習が結びつけられて語られるようになった。例えば、 ヘライの名は、ヘブライがなまったものと言われており、これは、漫画、近代地少年の事件簿の、偉人盾村殺人事件ペンでも主人公のカナダ11によって、軽く触れられている。また、村で行われるキリスト祭で行われる盆踊り、何やどやらで唱えられる、意味不詳とされる文句、何やどやら、 なにゃどなされて、なにゃどやらは古代ヘブライ語で、何時の生命を褒めた大縁、何時に盲人を相当して、何時の生命を褒めた,たえ縁という意味だとされる。また、ユダヤの紋章と似た家紋を持つ休暇があり、生まれた子供を初めて屋外に出すとき、額に消し積みで十字を書いたり、足が痺れたときは、人差し指に唾をたっぷりつけて、足に十字を3回書く。ありがとうございます。